モモさん、どこへ行ったんでしょう。モモさん、モモさん、ここにいる。あ、モモさん。何か用か。用というわけじゃないんです。ただ朝起きたら姿が見えなかったものですから、迷子にでもなったのかもって心配になってしまって。大きなお世話だ。今日から学校が始まるでしょ。一緒に登校しませんか。断る。私もしかしてモモさんに嫌われちゃってます。自意識過剰だな。お前などどうでもいい。そうですか。どうでもいいですか。私はモモさんと仲良くなりたいです。同室になったのも何かの縁ですし。他人より自分のことを心配した方がいいんじゃないのか。どういうことですか。これまでの戦いぶりを見る限りじゃ、一番最初に脱落するのは稲川、お前だ。それは脱落するのは勝手だが、私の足を引っ張るのよ。まだ話したいことがあったのに、どうしてこうなっちゃうのかしら。部屋にいても一言も喋ってくれないし、息が詰まっちゃう。それにしても言われてしまいましたね。他人より自分のことを考えろですか。ももさんが言うように、現状で私が VR ウイルスを制御しきれていないというのも事実でしょう。どうにかして脱落だけは免れなくては。 V ウイルスなんて病気にかかったおかげで人生お先真っ暗だと思っていたけれど、どうやらまだ諦めるのには早いようですしね。おはよう、マナちゃん。おはよう、稲川。おはようございます、リンカさん、ランカさん。こんなところでどうしたの。一人でブツブツ喋ってたみたいだけど、コントの練習か何か。コント。違います。モモさんを探していたんです。見つけたけど逃げられてしまって。はあ、私モモさんから嫌われてしまったのかも。え、そんなことないよ。マナちゃん優しいし、いい人だし。そうでしょうか。でもモモさんと二人きりだとまるっきり会話がなくて。うわ、それって息が詰まりそう。私たちの目的は一致しているわけでしょ。 VR ウイルスを制御できるようになることだよね。その通りです。目的のためにお互いに協力できればいいんですけど。そうだね。私も早く病気を治してお家に帰りたいな。帰る？そうだよ。普通が一番だと思わない？普通に学校へ行って普通に友達と遊んで、もしかしたら恋もしちゃったりして。ランカさんはどう考えているんですか？私はお姉ちゃんといられればそれでいいよ。VR ウイルスがお姉ちゃんを守るための力になるならためらわずに使うし、お姉ちゃんと一緒にいるのに障害になるっていうなら制御でも封印でもするし。ありがとう。考え方は人それぞれですね。マナちゃんは病気が治ったらどうするつもりなの？この島にいる間は一生懸命VR ウイルスを制御する術を学ぶつもりです。島から出たらどうするの。ウイルスの力でプロレスラーにでもなる気？なりません。コントとかプロレスとか
私を一体何だと思ってるんですか。じゃあ何をするの。知ってますか、 V ウイルスから得られた研究結果はいろんな分野で役立っているんですよ。それでも V ウイルスにはまだまだ謎が多いんです。自分が感染者であることを生かしてそういう研究に携わることができたらいいなって思っています。はあ、稲川は立派だね。ちゃんと考えてるんだな。そんなことはありません。治療が終わって一般社会に戻った時、私が頼れるのはこの VR ウイルスの力だけですから。あ、そろそろ教育区画へ向かわなきゃ遅刻しちゃうよ。私はモモさんを探してから行きます。私たちも一緒に探そうか。クズ竜なんて放っておこうよ。向こうが仲良くしたくないって言ってるんだしさ。そうかもしれませんけど、私もうちょっと探してみます。私だけで大丈夫ですから、お二人はお先に行っててください。うん、分かったよ。じゃあ教室でね。一応先生には私から稲川が遅れるって伝えとくよ。ありがとう、ダーカさん。うん、じゃ頑張ってね。行こう、お姉ちゃん。うん。さてと、モモさんを探すとしましょうか。初日から遅刻は印象が悪いですものね。モモさん、モモさん。病気の療養だからせめて普通の勉強はしなくて済むと思ったのに。そんなに甘くなかったね。ランカちゃん、授業を理解できた？あんまり自信ない。じゃあ問題を出してあげる。 V ウイルスの感染者は通称何と呼ばれるでしょうか。あれだよ、あれ。ブー、時間切れ。答えはバルキリーでした。それです、それ。そうそう、バルキリーっていうかさ、だいたい V ウイルスの歴史なんて学ぶ必要があるのかな。私たち自身のことだもん、ちゃんと知っておきたいよね。ぐぐ、返す言葉もないよ。そういえば今朝マナちゃんが V ウイルスについて教えてくれたよね。マナちゃん、よかったら勉強教えてくれない？え、何ですか。ごめんなさい、お話を聞いていませんでした。どうしたのマナちゃん、今にも死にそうな顔して。ただの貧血です。しばらくじっとしてれば良くなりますから。ああ、朝っぱらからクズ竜を探して町中を走り回ったんだもんね。午後からは VR クラスの治療プログラムだ。今からそんな青い顔をしていて訓練についていけるのか。ちょっとクズ竜、稲川が誰のために青い顔をしてると思ってるの。知らないな。いいんです、ランカさん、私が勝手にしたことですから。だけどこれだけは言っておく。自己管理ができない者は真っ先に死ぬぞ。またそれ、そう簡単に死なないっての。お前随分と甘い環境で生きてきたんだな。は？いいんです、ランカさん、モモさんの言いたいこと私にも分かりますし。先に修練場へ行っている。なんだよあいつ、ムカつくな。なんとか仲良くできないかな。いいんです、これは私とモモさんの間の問題ですもの。違うよ、私たちの問題だよ。そう、
ですね。とりあえず勉強の方は私でよければいくらでも頼ってください。それは助かるよ。稲川がいてよかった。96 97 98 99。私もうダメ。100。金剛先生、終わったよ。では今の腕立て伏せと腹筋、そしてスクワットのセットをもう200回繰り返すのだ。今の200回？全然無理だよ。無理だと？ももはすでに基礎トレーニングを終えて走り込みに向かったな。無理じゃない、やればいいんでしょ。負けるもんか。先生、質問してもいいですか？よかろう。 V ウイルスを治療する方法はウイルス保持者同士で戦うしかないと聞きました。その通りである。ではこのトレーニングにどんな意味があるんですか？ V ウイルスの能力を使わなければ治療にならないはずです。お前たちはまず基礎体力をつけねばならぬ。よく聞け。エクスターとリブレイターが戦闘行為に及ぶ際に共通して観測される現象があるのだ。研究者たちはそれをドライブと呼んでいる。つまりドライブを起こすことこそが V ウイルスの力を使うということに他ならないわけだな。ドライブを維持するには体力と精神力を大きく消耗する。まず体力がなければ治療のための戦いすら満足にできぬということだ。納得しました。トレーニングを続けます。それしかないのならやるしかないでしょう。とはいえ地味な筋トレばかりでは飽きも来よう。レクリエーションの要素もなければな。お、さすがお先生、話がわかる。何をするんですか？ハンカチ落とし？ドッジボール？ここでレクリエーションといえば実践と決まっている。それぞれでペアを組むのだ。それ昨日もやりましたけど。実践は毎日やっても飽きないものだ。それ金剛先生だけじゃ。よし、今回は私がリブレイターをやろっか。はいはい、ランカちゃんに任せるわ。ということは私と組むのはお前か。ごめんなさい、また私とペアになってしまって。誰でも同じだ、どうでもいい。お前はおとなしく武器になって私に振るわれていればいい。いいえ、今回は私がリブレイターをやります。同じ相手に2度も負けるのは自分が無能だと宣伝するようなものですし、良い機会です。進んで実力を示してみせなければ。ふん、いいだろう、好きにしろ。手順は簡単だ、最後まで生き残れ。では実践訓練を開始する。ももさん、よろしくお願いします。本気で行くぞ。はい。